わあすごい、ここもすごい、ここも映えてる、うん、これは顔を入れなきゃいけないやつ、あれは違くないこれ違うか、こんにちは、みなみです。そしてみみママです。はい今日は Vlog TikTok シャープ5、数日後に行く予定なんで、その行き場所決めていきたいと思います。いつも通りダーツで旅するっていうアプリでね、やっていきたいと思います。それではスタート。それでは、はい、ドキドキの瞬間です。全国ランダム、ピッ、どこ、鹿児島、鹿児島、うん、鹿児島になりました。おお、予想外。はい、それでは、はい、ちゃんと支度して下調べして行ってきたいと思います。はい、いってらっしゃい。レッツゴーゴーゴー。おはようございます。羽田空港 NOW です。今回は鹿児島ということで、九州、はい、この間もちょっと九州方面行ったんですけど、また九州ということで、今日のホテルは皆さん動くホテルなんでらしいんですよ、皆さん。え、まだ内緒、うん、まだ内緒、ちょっといつもとね違う感じに、またその動画も撮りたいと思ってるのでお楽しみに、はい、じゃあ飛行機待ちたいと思います。バイバイ。鹿児島空港、はい、着きました。あんま見えない今ですね、バスを待ってるんですけど、市役所にまず行きたいと思います、うん、市役所前で降りて桜島を目指しましょう。はい、じゃあ行きたいと思います。はい、レッツゴー。はい、今ですね、鹿児島市の市役所前に着きました。ここかな、はい、で、ここから徒歩10分ぐらいでフェリー乗り場に行きたいと思います。フェリー乗って桜島、じゃあ向かいます。まず見てください。あ、それが桜島です。なんかちょっと噴火みたいなしてる。噴火かな、なんかでも黒いの右の方から出てるよ。風の泉っていうところあったんで、先に寄っていきたいと思います。はい、これ風の泉、もう景色すごいよ、うん、めっちゃいい。おー、もうすぐ海だ。はい、ちょっとね、今日は水族館行かないんですけど、鹿児島水族館、うん、大きいね。はい、なんか九州最大みたいな、うん、って書いてあった。すごい、まあ、行かないんですけど、ちょっと写真だけ撮ろうと思ってきました。じゃあ撮りますよ、チーズ。それではフェリー、レッツゴー。 ありました、買いましょう。ヤブキンさんです。人がいないということで、ちょっと待ってみよう。はい、じゃじゃーん、ヤブキンさんのかけうどんです。はい、
うまどう？うまい。どんな味？味濃い。味濃い？うん、うん、うまい。はい、ごちそうさまでした。めっちゃうまかった。うまかった。行ってみよう。はい、行きましょう。動いてます。動いてる。やば。え、こんなゆっくりなの？もっと早くと思うよ。15分で角抜けするんだから。鹿児島の子たち、うん、女子校っぽい、ね、感じだった。女の子いっぱいで、みんな手打ってくれました。ありがとう。よかったね。はい、着きました。まあ、またファンのこと、はい、写真撮ったね。ありがとうございます。何人か泣いてたよ。うん、泣いちゃってた。うん、よかったね、これで会えて。よし、じゃあ桜島を楽しみましょう。はい、はい、桜島上陸しました。しました、しました。今タクシーを呼びましたので、気になるとこを回ってみましょう。いつもタクシーの運転手さんにいいところあるか聞くんで、今回もそんな感じで、うん、行きたいと思います。はい、湯の平展望所、標高373m。南さんですね。ちょうどぴったり373m。南さんです。はい、南さんです。タクシーのおじちゃんがね、うん、誘導してくれるみたいだから行きましょう、はい、上に。はい、じゃあ TikTok 撮っていきます。はい、いい感じ。いい感じ。はい、ということで湯の平展望所、こんな感じで、ね、迫力がすごかったです。すごいね。でもね、ずっと肉眼で見たのがすごい。うん、次の場所に行きたいと思います。レッツゴー。はい、タクシーのおじちゃんに連れてきてもらったんですけど、赤水展望公園です。ですね。すごいタクシーのおじちゃん、いろんなの教えてくれました。そうだね。景色がすごいね。じゃーん、食べられそう。これみんな溶岩なんだって。え、これが？そう、溶岩で作ったんだって。ほら、ボコボコしてるじゃん、ね、すげー。焚火の肖像。あ、これか。そう、こんなに集まったんだ。やば、すごいですね。これ素晴らしい。すごい。じゃあ写真撮りましょうよ、記念に。歩いてきましたけど、なんか南さん、足湯、足湯があるんですよ。そっちもちょっと行ってみよう。かわいい。どこ？ね、かわいい。こっちにもいる。あ、本当だ。はい。遊歩道を歩いて、渚公園の足湯に来たんですけど、タオルがなくて、
いいじゃん、もう裸足で。やだー、タオルがびちょびちょで。ここまで歩いたんだから。でもめっちゃ景色綺麗。うん、桜島。イエーイ桜島チーズ。よっしゃ、今度は駅の方行ってみましょうか。イエス。じゃあちょっとまたフェリー行って、はい、桜島さよならしましょうか。はい、レッツゴー。じゃーん、私の大好物のアイスを買ってフェリーに戻ります。ということで、桜島から鹿児島戻ってきましたので、はい、なんかね、お昼ご飯ということで郷土料理みたいなのを探して食べようかなと思います。鶏とか、うん、豚とか有名だかな、うん、なんかここいろんなご飯屋さん多分あるみたいなので、ね、うん、探して食べていきたいと思います。はい、行きましょう。レッツゴー。はい、ご飯屋さん着きました。いろいろあってしゃぶしゃぶを頼みました。はい、黒豚ですね。そう、あとね、鶏の刺しとか、ね、頼んでみた。これをゆっくり食べて、はい、次行くところはちょっと検索しますか、はい、いろいろと。じゃあ届くの待ちます。はい、野菜を持ち込みます。よっしゃ、で、じゃあ豪快に。おお、めっちゃ豪快だな。お肉はまだ来てない。あ、パパのなんかこれ鶏の刺身。鶏刺しです。初めて見た鶏の刺身、うん、私はバターコーンを頼みました。安定ですよ。いただきます。そっちだよ。うまっ。黒豚です。しゃぶしゃぶします。いただきます。一気にいった、一気にいった。うん、名物の黒豚どうですか。うん、うまい、うん、はい、しゃぶしゃぶは食べ終わって、じゃじゃん、黒豚の溶岩焼きです。このね、鉄板が溶岩っぽくなってるのかな。塩につけていただきたいと思います。はい、いただきます。塩つくしげました。野菜どうですか。うまい。うん、食べます。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今からじゃんじゃん天文館。はい、商店街みたいにね、なってるところだね。ここ行きたいと思います。で、ミミ、なんか公園行きたいんでしょ。うん、まず商店街行ってから公園行きたいと思います。はい、レッツゴここが中央。中央公園。緑が綺麗です。とても。じゃあ反対側行きます。天文館公園着きました。緑が綺麗。緑めっちゃ綺麗。芝が綺麗。
はい、ここが天文館公園です。じゃあそろそろ、はい、お仕事の、はい、この段取りをするので、早めに、え、揺れるホテル、そうです、早めにじゃあ行きたいと思います。はい、本日のホテルはこちらになります。フェリーです。これが揺れるホテルの正体です。どこへ行くんですか？奄美大島。おお。で、フェリーの中での、まあ、過ごしてる様子とかは別の動画でアップするので、ぜひ見てください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバーイ。はい、2日目です。おはようございます。おはよう。奄美大島着きました。イエーイ。今、なぜこう、なぜこう到着したので、朝食を探しに行きましょうか。はい、行きましょう。レッツゴー。はい、大浜公園に来ました。聞いて音、どうぞ。やばくない？超綺麗。すごいね。やば。もうなんか言葉が出ない。言葉が出ない。綺麗すぎて。こんな感じ。はいはいはい。おにぎり食べます。こんなところに。ここに聞いてられる。何おにぎりですか、この。青な。青なおにぎりです。最高でしょ、あなた。ごくさまして。向こう行ってみようよ、うん、向こう行きます。鹿児島県ですよ、ここ。鹿児島。うう。痛い。蜂みたいなやつに刺されました。超痛いんだけど。やばい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 。ちょっと一回切るね。一旦あれだね。病院行きます。はい。奄美大島来て病院行きます。あー。やりやがったな。はい、タクシーで救急向かっております。でもそんなに、そんなに腫れてないね。大丈夫だよ、多分大丈夫だよ。こんなこともあったけど、いいこともあるよ。いいこともある、うん、そうです。はい、ということで病院行ってきました。はい、ということでなんだ。まあ大丈夫ってことだったんですけど、うん、痛いっちゃ痛い、うん、でもよかった、これで済んで。もっと来ないと思ってた。そうだよ、だからパパも困るなと思って、救急にありがとうございます。お世話になりましたという動画でした、はい、もう気分を入れ替えて、はい、美味しいもの食べよ。はい、今ですねジョイフルに来ました。初ジョイフル。蜂に刺されてジョイフル行くよ。初ジョイフルですね、はい、初じゃない、蜂ジョイフル。蜂ジョイフル。蜂ジョイフル。お、ヒクルさんいる。あ、ということはハンバーグあるかもね、うん、でこれで元気出しましょう。イエーイ、もう出たわ。もう大丈夫だから、じゃーん。イエーイ。なんか大きい。大きいよね。パパはこっちです。ヒカラさんのバーガーとヒカラさんのハンバーグいただきます。あ、やばい、顔くしゃってると痛い。よし、元気を出してくれ。いただきます。えい、
どう？うん、本場の初めての部屋見せのがうまい、めちゃめちゃ美味しいです。今、ひかるさんにLINEをしたんですよ。そう、そしたら帰ってきました。じゃあ食べてきます。ごちそうさまでした。冗談のうまい、冗談のうまい、本当に冗談、うん、さすがです。美味しかったです。それでは次の場所に向かいたいと思います。もう主張してやる。見てるか、ハチ。今からレンタカーを借りに行きたいと思います。それで空港の方を向かいながらいろいろ寄ろう。はい、ですね、ここはですね、奄美大島最北端、見てください、あそこに、うん、夢を叶えるカメさん、はい、カメさんがいます。かわいい。あのカメさんに触って願い事をすると叶うらしいです。ちょっと行ってみよう。夢見るカメさんの贈り物。じゃあ耳が触るのかな。右、これです。はい、じゃあそこで願いを叶えてください。蜂に捧げますよ。そうじゃないでしょ。よし、よし、後ろ左足に触れると長生きできる。あー、もう長生きだ。後ろ右足に触れるとお金が貯まる。チャリン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 。頭良くなるのは？頭良くなるの、頭に触れると。いっぱい触れとけ。よしよしよしって。かわいいよ。お、頭良くなってる、良くなってる。お、マジ良くなってる、良くなってる。 IQ 上がってる。オッケーオッケー、ありがとうございます。神様、亀様、かわいいな。かわいいね。これ写真撮りたい。うん、写真も撮ろう。なんか下遊べる。そうなってるんだ。おお。あっちり綺麗だよ。あっちり綺麗。本当に。でそこで写真撮るか。うん。おお。素晴らしすぎるね。ちょっと。これはちょっと。これはもうなんか死ぬ前に見てよかった。あやまる岬、写真行きましょう。チーズ。ふぅ、最高やないですか。最高すぎ。はい、今ですね、なんかすぐ近くにカフェみたいなのあって、マンゴージュースとパパがラムネを飲みたいと思います。はい、いただきます。いただきます。カフェの旅ポスト、南さん書くみたいなので、行きます。なんて書いたか、はい、来て来た人、うん、見てみてください。はい、ちょっとだけどモザイクですけど書いたんでつけていきます。ビーチ来ました。超綺麗、見てください。これはやばい。私の大好きな色です。うん、最高。え、ってか本当に綺麗なんだけど、やばいぐらい綺麗なんだけど。
丈夫か、ちょっと埋まった、大丈夫か、頑張れ頑張れ、かわいい。はい、お昼ご飯のために馬車山というところに来ました。馬車山村、行ってみよう。どこだろう。はい、念願の京阪じゃじゃん。で、このご飯はですね、はいはいはい、まずこのお皿によそっていきます。そして乗っけていくんですよ。乗っけて、じゃあこれはどう乗っけたら正解なの。これをお茶漬けみたいにかけます。そしてこちらパパイヤの漬物、これね、パパイヤ、せーの、じゃーん、伊勢海老定食です。完成したのでいただきます。すごいね。これが京阪です。うまい、うまい、うん、でも結構薄いかもしれない、だけどうまい、最高ですね。海が見えるところで、うん、なんかね、食べやすい、うん、食べやすい、お茶漬けみたいな、うんうん、なんか食欲がない時でも食べれるんだって、うん、サラサラっと食べれるんだ、うん、うまい、よかったよかった。馬車山村、うん、のアマネシア、はい、レストラン、うん、おいしいです。でパパも食べます。ごちそうさまでした。食べきりました。素晴らしい、めっちゃおいしかったです。よかったです。では空港の方へ向かっていきたいと思います。もうさよならですけど、やだ、だって見てよこれ、誰もが感動する、うん、それでは空港向かってお目にかかりたいと思います。はい、お疲れ様でした。はい、今ですね、奄美空港について、じゃん、じゃん、お土産をたくさん買いましたので、また帰ってから紹介します。はい、はいはい、どうもどうも、お疲れ様でした。今回も長旅を、はい、じゃあ帰ります。はい、ただいまでーす。おかえりなさい。はい、今回は鹿児島に行ってきました。初のフェリーでの夜を過ごした、はいはい、翌日の朝になんと蜂か何かに刺されるという、大したことなくてね、うん、ニキビの後ぐらいな感じで、そうそうそう、幸虫の幸いでございました。どうもお疲れ様でした。はい、ちょっと感想なんですけれども、はい、1日目の桜島の迫力、うんうん、目の前にするともうすごい、あ、黒豚のしゃぶしゃぶしたんですけど、はいはい、美味しかった。2日目は奄美大島に行ったんですけども海かな、うん、そのなんか公園みたいな、うん、見れる広場に連れてってもらったんですけど、うん、そこでいろいろ写真スポット探そうかなと思ってこう探してたら、何か得体の知らないものに突然襲われ刺されたんですけど、まあパパに救急連れて行ってもらって大事にだらなかったから、うん、よかったんですけど、普通にね、その後の予定も、うん、で、あのジョイフルへ行って、ヒカルさんのハンバーグ見ました、ストーリー、はい、食べれて、はい、ちょっともうこんなん忘れちゃったんですよねそで、まあそこでもう復活しまして、はい、で海がね、想像以上に綺麗で、そう、もうめっちゃ綺麗な海を間近見たことがなかったんで、やばかった、感動した、うん、桜島ではなんと視聴者の皆さんに桜島まで行くフェリー、あ、フェリーに、ね、そうで、あのすごいたくさんのねファンの方
まあ南こうやって南坊主もねしてくださって、あ、そうなんだ。そう嬉しいですね。ブログ、TikTok で最近あんまりファンの方と交流できてなかったというか、ああ写真とか、うんうん、サインとかもね、うん、書いてくださいみたいな、すごい嬉しくて、やっぱこの企画最高だなと思いました。はい、で鶏飯も美味しかった、郷土料理みたいな、うん、なんかお茶漬け感覚でめっちゃ食べやすかったです。好きそう、めっちゃ美味しかったということで、最後にパパッとお土産紹介していきたいと思います。まずじゃん、パッションフルーツ。おお、なんかパパがね、私知らないうちになんかパパが2つ買ってました。で、こちら佐護島奄美風鶏飯スープ。おお、お湯入れたらすぐ食べれる、いいですね。3つ買いました、小腹が減った時。はい、そしてじゃん、白熊プリン。おお、白熊のアイスとかのお店があったんだけど、うんうん、そのお腹いっぱい食べちゃった後で行けなかったんですよ。あ、だからプリン買いました。そして何でしょう、じゃん、何、焼き芋ドーナツ、うん、なんか美味しそうで売ってたんで、うん、買いました。ドーナツです。焼き芋好きね、うん。そして鹿児島チーズタルト。素敵なの、めっちゃ美味しそうじゃないこれ、うん。そしてですね、鶏飯2人前を2つ。なんかこれはまた違う鶏飯だよ。これレトルトだ。レトルトです。そしてこちら、じゃん、なんだい、塩ショコラポルポネーレ。はい、こちらも買ってみました。美味しそうだった。美味しそう。そして最後にまたまた鶏飯。鶏飯めっちゃ気に入ってるやん。これもレトルト。あ、レトルトです。はい、ということで終了。イエーイ、お疲れ様でした。はい、なんかちょっとハプニングもありながらも、うん、まあ、ジョイフル負けたし、うん、楽しかったです。フェリーで鹿児島から奄美大島へ行きました。すごい、そんなことをしたことない。いや、ないないない、私もない。初めてよね。初めて、鹿児島の皆さん、そして声をかけてくださったジョバレの皆さん、そして救急に連れてってくれたタクシーのうんちゃん、ありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。はい、せーの、最後までくれてありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。鶏飯ね、3種類もあるよ。これとインスタントと、え、めっちゃ美味しいよ。ね、さっきからね、ずっとそれしか言わない。マジで美味しい。明日、明日食べてみ。食べてみ。あのお茶漬けみたいな感じだから、作って、ん、作って、うん、ミミ、うん、じゃあバイバイ。鹿児島になりました。おお、予想外。鹿児島に行く準備を早速しましょう。Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it.You mean it. But you're so right. We're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow
rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just stop?